こんにちは、大洲市議会議員の中野博です。今日は4月23日です。私今日はアクトピア大洲2階に来ております。こちら新型コロナウイルスワクチン接種の会場になっております。大洲市でも5歳11歳の子どもを対象にしたワクチン接種がスタートしております。私も6歳の子どもおります。今回接種対象になりましたので会場に来ております。会場の様子も少し報告したいと思います。無事接種を終えまして今15分の待機中です。こちらが待機場所です。15分の待機時間を終えまして、無事接種完了しました。また次回、2回目接種まで、様子を見ていきたいと思います。大洲市においても順調に接種進んでおります。また最新のデータこの YouTube を通じまして、皆さんに報告をしていきたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。